はい、今週もこの時間がやってまいりました、競馬チャンネル小駒の時間です。本日もよろしくお願いします。2016年、エリザベス女王杯の、週末の前日予想ですねをします。まあ、今年は、まあ、1番人気、2番人気、ミッキークイーンとマリアライトで、オッズの方がその2と2強っていう感じで言われてると思うんですけども、まあそこまで荒れないとは思っています。で、そうですね、ミッキークイーンのことを言うと、前々走って前走の予定だった京都を、走れず調整が遅れて、今回に、ギリギリ間に合った出走という形です。で、対してマリアライトの方は、前走の方も、まあ相手はそこまで強くなかったですけども、まあその馬なりには走ってくれたと思います。で、マリアライトはこの次の、有馬記念ですね、有馬記念を目標にしているので、若干まだ余裕残しの部分があるとは思います。そこで今回、本命にした馬なんですけど、そうですね、騎手を変更した、まあいろいろ事情があって変更した8番のタッチングスピーチを本命にしたいと思います。じゃあこういう形です。本命8番タッチングスピーチ、対抗2番マリアライト、ガレンカで3番のクイーンズリング、14番のシャルーブ、10番のシュンドルボン。で、ここ注意の1番ミッキークイーンなんですけど、正直切りたい馬です。切ってもいいかなとは思いますけども、まあ、実績もあり京都コースもさえ、あとはパドックを皆さんちょっと重視しながら、当日に切りか入れるか、あの紐で入れるかっていうことをにしますので、この辺は多分、いらないとは思います。で、買い目なんですけど、この、タッチングスピーチとマリアライトの馬連ワイドを厚めに、それと、8-2-3 の3連複ですねに、買い方はちょっと今回は特殊なんですけども、8-2の軸、8-3の軸で連覇を流すっていうパターンですねを、ちょっと解明としてしたいと思います。そうですね、今回はバシッといきたいと思いますんで、皆さんよかったら参考にしてください。もう一つ、同じメイン11レースで福島記念があるんですけども、こちら、一番人気がゼービントってなってるんですけど、今回ちょっとゼービントが、戸崎騎手からシュタルケ騎手に乗り換わりで、ちょっとシュタルケ騎手も不安かなと思って、これちょっと人気しすぎですね。なので、ついで2番人気の10番マイネルハニーと、今の予想で5、6番人気ぐらいの1番のダイワドレッサーのワイド1点勝負します。そうですね、10番のマイネルハニーと1番のダイワドレッサーの福島記念のワイド1点馬券。結構、今見たら12倍、ワイドで12倍とかつくので、
まあ、皆さん1000円でも買っておけば、1万得するんじゃないかなと思います。まあ、明日は京都競馬場に行きたかったんですけど、ちょっと理由があり行けないので行けないので、まあ頑張ってクリーンチャンネルで見ようと思います。ちょっとずつね、この競馬チャンネルこぐまの YouTube の登録者数が増えてるので、ご協力ありがとうございます。皆さんよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。まあこんな感じです。で、このミッキークイーンのことが、2ヶ月前ずっと決めてて切ろうと思ってたので、うん、当日多分切ると思います。まあこんな感じです。明日当たるかなまあそしたら今日は時間も遅いので、明日また皆さん見てくれることを願ってます。以上です。